はい、こんにちは。まーちゃんねるまるです。今日はこちらですね。うん、ベイブレードバーストのランドプレイヤーコレクションボリューム10です。はい、ということで、ランレイの10番ね、うん、フルコンプセットを買わずにですね、ガチャがあったので今回久しぶりにやってきました。うん、5回回してきて同じカプセルの色が2つ、うん、で、違うのが1つ、うん、で、もしかしてこれ被ってるのかもしれないんだけど、うん、それぞれ開けていきたいなと思います。はい、じゃあまずこのクリーム色のカプセルから開けるね。うん、そいや、あ、エンペラーフォルネウスだ。ラインナップはこんな感じで、エンペラーフォルネウス、アルタークロノス、アークバハムート、ドラグンファントム、そしてレアのオーブイージスですね。この5種類みたいです。はい、でまず1つ目出たのはこのエンペラーフォルネウスだね。うん、で金でいいじゃん。ほう、よいしょ。何？アークバハムート。アークバハムート。うん、あー、じゃあもう一つのクリーム色のカプセル、うん、あー同じだ。あー、ということはこれもアークバハムートだった。あ、はい、じゃあ最後の一つ、うん、オーブイリス来てください。せーの、ボン、アルタークルノス。はい、そんなわけでこれらのレイシュートしていきたいんだけど、その前にこの5秒間このチャンネル登録やこの動画がいいなと思ったら高評価お願いしますね。はい、じゃあ今日せーの、チャンネル登録はここをタッチ、登録されるとグレーに変わるよ、一緒にベルマークもタッチしちゃおう。はい、登録してくれたかな。もしこの動画がいいなと思ったら高評価もお願いしますね。はい、じゃあいつものアングルでシュートしていきましょう。じゃあ早速バトルしていきましょう。まず私が使うのはエンペラーフォルネウスゼロバンプヤードですね。うん、僕はバスターエクスカリバーワンダッシュダガーソードでいきます。はい、バスターモードでレベルチップ入り。3、2、1。おっと、おっと、いけ、おっと、なんと逆だ。びっくり、うそ。3、2、1。頑張れ。さあどうなりますやら、さっきはまさかのバーストをしてしまったからな。おっと、まただ。3、2、1。ちょっとレベルチップを外してみました。はい、それ変わるかな。頼む、2連続バースト中だからね。お、今回は違いそう。おい、でも分かった。続いて私はエンペラフォルネスフォーグレイブエクストリームダッシュでいきます。はい、3、2、1。頑張れ頑張れ。うわ、全然攻撃できない。あ、でもなんかバスターエクスカリバーは急に弱くなったんだけど。3、2、1。おっと、オーバー。3、2、1。さあ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 、お、あー、またバースト。はい、続いて私はアークバハムとワンダッシュヒットエクストリームダッシュでいきます。はい、3、2、1。おっと、ロックが柔らかい。あ、でもすごい動きがやっぱエクストリームダッシュすごい。さあ、ロックが柔らかいアークバハムとがエクストリームダッシュでどうなるのか。頑張れ、勝ってしまうのか。ドロー。3、2、1。おっと、ちょっと、おっと、うわうわ、やばい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 。ちょっと今回エクスカリバーは負けてる。なんかね、緩くなっちゃった感じするね。おっと、おっ、バーストした。3、2、1。おっと、ばー。はい、続いてアクバハムと8バンプアトミックでいきます。はい、3、2、1。おっと、あらすごいね。3、2、1。おっと、今度は激しくやられた。3、2、1。おっと、わー、またやられた。はい、最後の私はアルタークロノスセブンメテオベアリングでいきます。はい、3、2、1。おっと、これはこれは地球はアルタクロノスだからバーストできるかってことだけど。あー、3、2、1。おお、3、2、1。おお、また一撃で。はい、そんなわけでですね、今回はランダムレイヤーコレクションで遊んでみたんだけれども、
まず最初にレアが出なかったのが残念だった、うん、いつもはねフルコンプセット買うんだけど、そうだよね、ちょっとエイシン君髪型がぐちゃぐちゃなんだけどまあこのままいくね、うん、あのいつもはねフルコンプセット買うんだけど、うん、この発売されてるの全然気づかなくて、フルコンプセット買うというよりもガチャで見つけてしまったので今回ガチャで買ってみました。はい、改めてねまたリベンジするかは考えたいなと思います。はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします。はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください。ちょっと今回のおすすめ動画いつものところに出てますのでぜひチェックしてみてください。はい、チャンネル登録は真ん中あたりからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。